演武開演。はい、本日はまた魚民さんにやってまいりました。まずはこちらのシーザーサラダをいただきたいと思います。あードレッシング、チーズ、クルト、さらにベーコンまで入っているようだなんて豪華なサラダですね。食べ応えありそうです。ドレッシングをあらかじめかけてくれてるんですね。親切ですね。ではいただきます。このよくピリッと刺激のあるドレッシングがシャキシャキとしたお野菜とうまく絡んでとても美味しかったです。最後のクルトンもカリカリな食感があってスープに入れるだけとはまた違った美味しさがありましたね。こういうあとはチーズがもうちょっと強かったら良かったかもしれないですが、続きましてはこちらの鮭フライ。ああちょっとソースじゃん、ソースがちょっと特殊な皮ソースみたいですね。ではいただきます。キャベツの何だか印象が、こうしてみると印象に残りそうですね。鮭の身がふっくらとしていて、サクッとした衣なのにふわっとした鮭の食感が口の中に広がり、その後に旨味が来てとっても美味しかったです。ソースもちょっとピリリッときているこちらソースで、普通のソースとはまた違った美味しさがありましたね。本日のメインはこちら、手羽先ザンギですね。ザンギって食べたことないんですよね。なので楽しみです。ではいただきます。タレがかかっている以外に衣が自体がまず甘辛くて、普通の唐揚げとはやっぱり違いましたね。今先は過食部分が少なく、本数もちょっと少なかったのが残念ではありましたが、この唐揚げもっと普通にいっぱい食べてみたいと思える、そんな味でした。というわけで全ての料理を想定してこちらの合計とこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。縁も平縁。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。